中心に、はい、歌っているバンドとなっております、はいはい、で1曲目は Still という賛美歌をですね下敷きにした賛美歌ですねっていうか聴いて教会の音楽を聴いていただきました。はい、2曲目がですねクリスマスララバイっていう曲を歌うんですけども、クリスマスだと気が早いよと早いですね、まあ、思うじゃないですか、ね、でもですよそんなことないという話を一つしますねそんなことなくてですよ、私この間お前今年の12月25日空いてるって言われたんですよ。誰ですか？バイト先の教室長にですよバイト先で私塾でバイトしてるんですけど、お前今年の12月25日歌うイベントとかないよなみたいな、しかも歌うイベントとかってサークルに入ってるとかも知ってるんで、サークルのイベントはないよなっていう確認をされたんですよ。失礼じゃないですか、空いてるないかもしれないじゃんで、まあその、まあ、要するに12月25日と26日になんかセンター模試みたいなのをやるから、それの勤務に入ってほしいみたいな、模試官に入ってほしいみたいなお願いで、でもなんかこの間バイト先行ったらなんか、あお前さんみたいな、今年のクリスマス空いてるみたいな言われて、で25日はまあ空いてますよみたいなで入れますけどみたいな言ったら、おじゃあお前決定なとか言われて、その教室その塾のその教室の中で誰よりも最初に私に声がかかり、失礼ですよねそれででかつしかも、まあね、そしたらその職員さんが、あでも24日は大丈夫空いてるから全然パーティーとかしていいしみたいな、何でも24日していいよみたいな言われたら、教室長がいやいやみたいな、25日の模試は朝8時半からなんですよ、8時半に勤務に入るってことはもう24日も夜9時には寝ろよみたいな、もしかしたら夜9時には寝ろよ分かってるなみたいな言われて、いやもうなんでみたいなNHK 見てさっさと寝ろよって言われて84が見たらすぐ寝るっていうことを命じられて、はいはいみたいな、まあ空いてますよ24日は、まあ空いてます、お知らせですけどねこれは、はい24日はい、でまだクリスマスはもうだからこういう人もいます、だからもう予定埋まっちゃってる人もいるかもしれないんで、ちょっとあの気になる方の12月24日25日の予定気になる方はですね早めにお問い合わせした方がいいと私はこうお伝えしておきます、はい、そうですね、そうね話をしたかった人、はい、でクリスマスの歌 と、もう1曲ですね、ちょっと1曲目今歌ったようなバラードを、まあ、うちら多いんですけれども、バラードではなくてちょっとこうなんていうんですかね、ちょっと
ノリノリ？ネガティブにノリノリ。なんだそれ。無理なんだよ。乗れないんだよ。まあ曲をちょっと1曲、はい、聞いていただきたいなと。では2曲続けてお聴きください。はい。I am the moon, the haze, the starlight.
saw me from the many love you just can't get and I just was the time for次の方はなんと東北の山形からはるばるいらっしゃったということで、はい、僕もね、先日山形に台風が思いっきり東北に着陸したなんて上陸乗り物じゃん乗り物日本語があんまり洋楽編だから上陸そうした時にちょうど山形にいたんですけどねすごい。あなたがね。そう、僕が声、そうだよ。ジェイの方々は何の関係もない。僕がいたっていうのは。僕がいた、はい。なるほど。まあ、ね、時すごい嵐で、うん、台風だからさ、うん、雨もすごいし、風もすごいしみたいな。旅行？え？旅行。やばくない？やばかったよ。何を見に行ったの？ちなみに。え？いや、ちなみに温泉入りに行ったけど、温泉に入りに山奥に行ったら、山奥から戻るバスが出なくなるっていう。そうなんじゃんそれ。そうでも泣く泣くタクシー会社で今やってますか？今やってますか？そうそうやばいみたいな感じだったんですけども、まあその時に激しい雨や強い嵐のようにね熱い繋げたねもうなるほどね山形に上陸した台風のようにそう熱い洋楽を歌うバンドさんとなっておりますということでね、はい、すごいかっこよかったので、はい、僕ら気持ちを沈めた後にね、2部休憩後をすごい盛り上げてくれるバンドさんになっておりますので、はい、お試し、はい、お試しあれそうですね、僕たち一橋大学のザ・ファーストクライというところから来てるんですけれども、はいね、実はですね、我々の、1年間 の集大成となるような、ライブですね、冬ライブというものが11月27日の、17時開場17時半開演スタートということで、はい、西東京市民会館という田無にある西武新宿線ですね。そうね、はい、そちらの方でパンフレットに、そうそうそう、パンフレットに挟み込んで、ちっちゃいフライヤーが、フライヤーがあるんですけど、文字クソ見づらいんですけど、そうやたら難しい言葉をひたすら使っているっていう感じなんですけど、はい、でもしご興味ある方いたらチケット持ってきてるので用意がいい、声をかけてくれる用意がいいね、用意がいい、ぜひよろしくお願いします。でこのパンフレットのね、こちらね、そうそう、かっこいい人が乗ってると思うんですけど、なんとなんとこの会場に来ているいるというわけで学長自らちょっと紹介してもらえますか。そしたらじゃあちょっと学長の方すいません、学長の方すいません、ライトをちょっとだけちょっと明るくしていただいて、あちょっと休日スタイルですよこれは、校長休日スタイルですこれは。こんにちは皆さん一日で入学卒業できるアカペラ音楽学校アカデミー西山と申します。皆さんのお手元に入学案内を配らさせていただきました。ここには我々の、学校の校訓と私からの皆さんへのご挨拶を ご覧になってそしてアカデミーの入学試験この QR コードから受けられます。ここに皆さん、はい、名前書くだけですかね、はい、まあ、入学試験って言ってもあれですけどね、チケットフォーム、チケットの申し込みになってるので、ぜひ、はい、名前確認してもらえると、はい、ということで、皆さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、宣伝も終わったところで、はい、というわけで、最後に一曲、カムバックホームという曲をお聴きいただきたいと思います。はい、そうですね、はい、ちょっと心を落ち着けて聴いていただければと思います。